後藤遊城道栄章九年五月七日は、室町時代の近郊家であり、創建近郊の後藤四郎兵衛家の祖。藤原敏人の後裔ともされる、後藤元綱の子。意味名は、聖奥、陽名は京光丸、通称は、四郎兵衛。遊城は定髪入道してからの方法であるらしく、一説に、遊城法院と称したという。子に、彦四郎、僧上などがいる。 美濃国の出身。後藤家の書伝によると、はじめ将軍、足利義政側近の軍師として仕えていたが、18歳の時に同僚からの残言を受けたために入国し、国史に行って、小刀と物の木を得て、新予選14層、猿63匹を刻んで見せたところ、その出来栄えに簡単した義政によって謝免され、創建金庫をお行とするように命じられたと伝えられる。 また、足利家から大見国坂本に領地三百町を与えられたほか、御花園の天皇から受護位した江門城に助任されたという、永正九年五月七日に七十三歳で病没し、縄文連来寺に葬られた。現存する友情の作品には、辞書罪名のものはなく、無名、または、後代の極め名のものばかりであるが、小柄、公害、目抜きの参書者が主で、 良質な金、尺道の地金に、竜、獅子などの文様を、絵師、かの元信のぶの下絵によって魚小じにこ肉彫りで表したものが多い。友情の彫刻は、刀装具という一定の規格の中で、最地な文様を施し装飾効果を上げるというもので、以後17代にわたる、大番座及び、文道座の元おけだけでなく、江戸時代における金衡にも大きな影響を与えた。 大大女を通じとして用いた、獅子ボタン作り小さ型な棚ごしらえがある。ありがとうございます。